ここからは大相撲九州場所に向け佐賀市で稽古に励んでいる春日山部屋についてお伝えします。ここは佐賀市の佐賀神社外苑駐車場です。こちらではご覧のように大相撲春日山部屋の皆さんが今月10日から福岡で開かれる九州場所に向けて朝稽古に励んでいらっしゃいます。朝稽古ということですが、何時ごろから始まるんですか？はい、午前6時半ごろから始まります。そんなに早いんですね。皆さんどんな稽古をしているんですか？はい、最初のうちはすり足や四股踏みなど準備運動です。それが終わると土俵の端から端まで力士を押すぶつかり稽古や申し合いと呼ばれる実践形式の取り組みを行います。申し合いですか？はい、申し合いとは先ほども言いましたけど実践形式の取り組みで勝者に他の力士が挑む稽古のことです。強い力士は何連勝もして土俵に残り他の力士は何度も挑みます。なるほど、そうですか。勝った力士に周りの力士が駆け寄っていますが、これは何か意味があるんですか？次は私と対戦をとアピールしているんです。そうなんですね。見学に訪れた人も興味津々ですよね。佐賀2年目になりますが、佐賀の印象はいかがですか？昨年同様、本当に温かく、佐賀神社さんはじめ温かく迎え入れていただいているので、環境的にも状況的にもすごくやりやすい環境にありますね。非常にありがたいです。はい、それでは最後に佐賀の皆さんに意気込みを込めて一言いただけますか？まだまだね、佐賀の方々に広まってない部分もあると思うので、いろんな方を通じてまたテレビとかね、新聞やなどを通じて、部屋の方にねまだ来ていただいて、相撲や、力士の、ね、魅力をもっともっと感じていただければなというふうに思ってますので、気軽に部屋の方に来ていただいて、力士と触れ合っていただければなというふうに思ってます。午前11時ごろ朝稽古が終わりました。この後はというと何か分かりますか？あ、分かりますよ。稽古の後は食事ですね。ちゃんこでしょ？正解です。ちなみにちゃんことは鍋料理だけを指すのではなく力士が作った料理全般を言います。あ、そうなんですか？いや、知りませんでした。それにしても皆さん力士だからたくさん食べるでしょう。そうなんですよ。もう一般の人とは桁違いです。あれだけの大きな体であれだけの激しい稽古をするわけですから、たくさん食べるのは当たり前ですね。食事をきちんと取ることも力士の大切な仕事なんだと実感しました。なるほど、力士にとっては体作りって本当に重要ですよね。それから日を改めて佐賀神社記念館でファンを交えた春日山部屋の激励会がありました。春日山部屋の力士24人が紹介され、九州場所に向けた抱負などを語りました。 VTR にもありましたが、一般の人も迫力ある稽古を間近に見られるわけですから、またとないチャンスですよね。はい、春日山部屋の稽古は今月22日頃まで見学できます。その際は大声など出さずにマナーを持った対応をお願いします。